はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで今日もね、一本サクッと雑談がてら動画作っていこうと思うんですけれども、先月の終わりあたりからね、結構いろいろと注目のガジェットっていうのが発表されたりしてるんですけれども、僕の中でね、今一番こう期待しているガジェットで、これはもう出たら買うって決めているものが DJI のね、ポケット3なんですね。ジンバルカメラ、あれが通常のこうタイムスケジュールで言うと去年のもう年末ぐらいに出ておかしくなかったんですけれども、そこでは発表されなかったんで、今年のね春あたりにDJI のねポケット3が出るんじゃないかっていう風な期待っていうのがあってですね、僕もそれをこう待ち望んでる感じなんですね。なんですけれども、どうやらこれがねちょっとね雲行きが怪しくなってきたというか、4月発売っていうのはないんじゃないかっていう風な、そういったね感じになってきたので、今日はねちょっとそういう点をね雑談がてら紹介していこうかなと思っていて、そもそもこの DJI のポケット3が4月に出るんじゃないかっていう、そういったね噂自体、実はね根拠としてはめっちゃ薄いんですよ。僕が知る限り、ポケット3の4月発表説のね元になったっていうのは、とある、ツイッターの、DJI のリークアカウントがあるんですね。ここ結構有力なリークアカウントで、ここが取り扱ったものっていうのは、結構ほぼほぼ間違いなく出てるっていう風なところなんですけれども、それが2023年の初めあたりに、今年 DJI はこういうね商品を出すんじゃないかっていう風な、カレンダーをね出したんですね。でそこに4月にねポケット3が書かれていたっていうこともあって、この説っていうのが広がっていた感じなんですけれども、ただねこのスケジュールっていうのは、何かしらこう情報があってのものっていうよりも、そのねリークアカウントの予想っていう風な感じなんですね。なのでこう根拠としてはかなり薄かったんだけれども、タイムスケジュール的に言うとね、去年出てもおかしくなかったものだから、春先ぐらいに出てもおかしくないよねっていう風なね期待感っていうのはあったんですね。なんですけれども今日ねそれがねちょっとね怪しくなったというか、っていうのも昨日今日あたりで DJI がねもうじきに新しい商品を出しそうだっていうねリークがねバッと広がったんですね。でそれがね DJI の Mavic 3 Pro なんですよ。でこれもうすでにね DJI Mavic 3っていうの出てますけれども、そのプロ版、拡張版みたいな感じで、どうやらねレンズっていうのが3つついたようなモデルっていうのが、近々出そうだと。でこれがね今ねもう 100% 間違いなくそろそろ出ますよっていう風な、そういう感じで今日あたりからね扱われるようになってるんですよ。でもすでにねそのね写真っていうのもリークされていて、どういったものが同梱されていて、その外観っていうのもね写真でも出てるんですね。なのでどうやらね Mavic 3 Pro が4月に出るっていうことは、これはねほぼほぼ間違いないみたいなんですよ。とするとね、やっぱりねポケット3っていうのは今月ね出るのは結構怪しいんじゃないかなと。もちろんねこう DJI って結構続けざまにねいろんな商品、例えば去年なんかも3週連続で新商品の発表みたいなのやってましたけれども、そんな感じで今月ね Mavic 3 Pro が出たからといって今月ポケット3が出ないというわけではないんだろうけれども、なんですけれども仮にね本当にこう Mavic 3 Pro が今月出るっていう風になると、これはDJI からすると結構こう目玉の商品のはずなんで、同じようにポケット3もねやっぱり人気商品なんでね、結構同じ月にね続けざまに出るっていうことはそうそうないのかなっていうふうな気がするんですよね。なのでこうそうなるとこう夏前だとか、もしかするとね通常のタイムスケジュール通り年末10月だとか11月とかになるっていうふうなね、そういったね可能性がね結構ね濃くなってきたんじゃないのかなというふうな気がしていて、ついこの間までねポケット2っていうのがねセール対象になっていたっていうこともあって、それがね一つの、きっかけとなってそろそろポケット3出るんじゃないかっていうふうなね期待感もあったんですけれども、現状ねDJI の次の商品っていうのはどうやら Mavic 3 Pro になりそうなんで、仮にねポケット3が発表されたとしてもその後ということなんでね、これはねやっぱりね4月発売説、4月発表説っていうのはかなり怪しくなってきたんじゃないのかなということで、本当ねいつにはポケット3出るんだろうってね、本来のタイムスケジュール的に言うと、2年おきにね、初代のオズモポケットっていうのがあって、その次にポケット2になるんですけれども、この間のねスパンっていうのがね2年だったっていうこともあって、DJI のポケット2っていうのに、2020年に、ね、出てるモデルなんでね、もうねポケット3っていうのもいつ出てもおかしくないとは思うんですけれども、ただしこの4月ですっていうのは個人的にどうやら怪しくなったなというふうなところでね、これが結構ね残念と言いましょうか、
まあ、これねもちろんね確定した話じゃないんですけれどもね、結構まあ日本のユーザー的に言うとあのゴールデンウィーク前にねゲットしたいなっていう風なあのそういったね商品だったと思うんで、ちょっとね個人的にもねポケットスリーに用意していたお金っていうのをあのまだ出ないんだったらね他のものに使おうかなっていうのもねあの考えていかなきゃいけない頃合いなのかなという風に思っています。まあ、この辺ね全くのねこう雑談というかあの憶測でしかないんですけれども、どうやらこうマビック3プロはね本当に出そうなんでね、これあの正面からのね写真を見てみるとね、このレンズっていうのがね目玉のように2つあって、その下にね口のところにもねあのもう一個レンズがあるっていうね、あの3つのね目を持ったようなあの正面のね顔をしていて、パッと見ねカマキリみたいな感じなんですけれども、どうやらまあこれが近々 DJI から発表されそうだということです。はい、というわけでまあ個人的にはねあのポケット3が欲しいんでね、こちらのね情報もねまた入り次第ねこのチャンネルで取り扱っていこうと思いますので、もし聞いていただきましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。